とても真面目、何でも一生懸命なマイコー。マイコー、マイコー。ちょっと混ぜたけたリーダー。でもやる気は十分。十分。リーチャー。リーチャー。最後は潜在能力は未知数、やればできる子くるみ。以上3頭が頑張っていきたいと思います。皆さん最後までどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあでは挨拶もできたところで早速皆さんの近くに向かいたいと思います。さあ雨も降ってとっても寒いですが、アシカたちはこの寒さにも負けない体力づくりを毎日行っておりますね。ということで舞子ちゃん、はい、まずは何からしましょうか。そうですね、まあちょっと寒いので準備運動からみんなで一緒にしていきませんか。そうですね、はい、はい、頑張っていきましょう。はい、じゃあリーダーも一緒にやりましょうね。やりましょう。はい、まず手首の運動です。せーの、ブラ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 ー、いい感じ。皆さんも一緒によかったら反対もブラ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 いいですね。はい、じゃあ次は腰に手を当ててひねっていきますよ。せーの、よいしょ。反対側もよいしょ。もう一丁、よいしょ。はい、足形も上手でしょ。はい、では最後体を全体的に回していきます。皆さん腕を回してください。せーの、ぐる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 。はい、しっかり回して、でも目を回さないようにしてね。はい、どう、ちょっと暖かくなってきたんじゃない。ちょっと見て、まいこちゃん。はい、くるみめっちゃ早い。早いけど、早かったでしょ。めっちゃ早かったけど、目を回るよ。目を回しちゃった。だからよ、ちゃんくるみちゃん、しっかりしてくるみ。ちょっと起きて、ちゃんと起きた。起きてない。起きてない。ああ、ちょっとリーダー起こして。しょうがないね、起こしてあげよう。うん、起こして起こして。いくよ、みーちゃん。死にそう、死にそう。大丈夫。わお、ちょっとひどい、ひどい。その子どうした。ちょっと酒焼けかもしれない。酒焼けねえ、昨日飲みすぎたからね。飲んでたの。誰がだよ、誰が飲みすぎたな。ちょっとマイコに任せて。マイコ任せて大丈夫。うん、うん、ちょっとしっかり、くるみちゃん起きて。声でお客様もびっくりしてるのに。ドン引きだよ。起きないの、くるみちゃん。起きない、これじゃ。ちょっとこれじゃ起きない。もうこうなったら皆さんの力を借りるしかないですよ。お願いします。 ね、はい、どうやって起こしてもらうでしょう。じゃあ、え、何て言いました今。え、どうやって起こしてもらいましょうかって言ったんです。噛んだかと思いました。噛んでない、噛んでない、はいはいはい、大丈夫だよ。いい案がありますよ。いい案があるんですか。はい、A 案です。はい、はい、A 案があります。はい、私がせーのと言ったら、こんなに今日はお客様が来ておりますので、そろって起きろこの声で、この声で大丈夫。あ、起きた、起きちゃった、くるみちゃん。いや、起きろって言うから。あ、私が言ったからね。そうだよ、もう一回やるね。はい、じゃあ皆さん、あれでお願いしますよ。起きるとこ。そう、今起きるとこ、くるみ。そこひどくなってない。え、ひどくなってなくなってるよね。もしかして足りなかったのかな。ちょっと足りなかったかもしれないね。わ、うん、かったわかった、うん、じゃあもうちょっと皆さん2倍ぐらい大きな声でいきましょうか。いきますよ、せーの。どうかな。起きた。出ましたよ。大丈夫だよね、くるみちゃん。はい、頑張っていきます。はい、じゃあリーダー何していきますか。そうですね、もう体も速い、くるみちゃん。まずは輪投げですね。まずは輪投げです、はい、正解です。くるみ、これめちゃくちゃ得意ですから頑張っていきますよ。その距離で、この距離しかもう上にちょっと下がれない。いや、後ろ行けばいいじゃないですか。それはさすがにお兄さんが届かない。いや、届かない。お兄さん下手くそなんですね。あれ、得意じゃなかったの。得意だよ。じゃあしょうがないな、みーちゃんの得意ジャンドじゃね。え、感じました。皆さん見ててください、みーちゃんはここから頑張ります。まずは1本。
コン SKT。 じゃあマイコのくるみもいきますよ。まずは1本、2本、3本、4本、5本、やります。はい、どうでしょうか。ありがとうございます。ちょっとくるみちゃん1本拾っててもらっていい？ごめんね。じゃあちょっとミシャはもう一本いきます。さらにここから回転も加えます。せーの、よいしょー、よしよし。いやー、一本ミシャ、さすがリーダー、ありがとうございます。もうこうなったらくるみもね、もう一個ちょっとすごい技見せましょう。くるみはなんとこの輪っかを後ろに隠します。そして見えないところから飛んでくる輪っかを、よいしょ、キャッチします。どうでしょうか。すごい上手。今日絶好調だね。絶好調ですね。お兄さんもくるみちゃんも絶好調だね。そうです。よし、じゃあ次は、はい、あ、大丈夫くるみちゃん。大丈夫だよ。よし、じゃあ次はね、マイコちゃんの得意技、力技に3投で挑みましょう。さあ、いきますよ。